と再現性のあるシステム構築ということで理化学研究所のバイオインフォマティクス研究開発ユニットの石井が発表させていただきます。まず自己紹介です。僕はバイオインフォマティクスの研究室でインフラ整備をやっています。で、はっきり言うとバイオインフォマティクスのことは分かりません。TSS って聞いてもタイムシェアリングシステムとか違うコンピューターのことばかり思い浮かんでしまいますし、サスペンドって聞くと攪拌するっていう意味ではなくてコンピューターを止めるっていうふうに考える、そんな感じの、ほぼコンピューターの方から来ています。で、今日話したいことなんですけど、再現性のあるシステム構築に必要なもの、またなぜワークフローの CI が必要なのか、でワークフローの CI の始め方とその取り組みの紹介でまとめになっています。で、いろいろ書いてたんですけど、実はスライドを作ってるとですね、だんだん過去のこの恨みつらみとか不平不満が爆発しまして、体調が崩れてちょっと今日は喉の調子が良くないのでお聞き苦しかったら申し訳ございません。で、まず最初に社事ですね。理化学研究所の情報基盤センターバイオインフォマティクス研究開発ユニットの皆様、で特に二階堂さんと吉村さん、松島さんにはお世話になっております。ありがとうございます。で、ピタゴラギャラクシーの関係者の皆様、ありがとうございます。で、今日もいくつか、用語が出てきます。で、僕の場合ちょっと他の人とイメージするものが違うかもしれないと思ったので書き出しておきました。で、まずワークフローっていうのは、今日はギャラクシーのワークフローのことを指します。午前中ワークショップがあったりとか、今までの人たちが説明してたもののことをワークフローと呼びます。で、依存性地獄についてはちょっと本当は触れたいんですけど触れられないので飛ばして、でコンティニアスインテグレーションで以下 CI って訳しているものが出てきます。で、これは継続的にビルドやテスト、インスペクションなどを、実行していくことってことが Wikipedia の定義に書いてあります。何度も何度も繰り返してビルドしてテストしてちゃんと動くことを確認するってことが CI です。で、バイオインフォマティクスについてはちょっと触れません。で、今日話したいことは再現性のあるシステム構築と、なぜワークフローの CI が必要なのかってこの点に絞って話したいと思っています。で、ちょっとなんか自己啓発セミナー的な感じなんですけど、キーワードとしては同じデータを入れた場合には想定される答えが返ってくるっていうことと、常にチェックするっていうことと、一つでもいいので始めてみようっていう、こういうことを話したいなと思っています。で、なぜワークフローの CI が必要なのか、でそもそも考えてみたんですけど、再現性のあるシステム構築というタイトルなんですが、フォーカスが随分絞ってあります。で、なぜかと、これはまず再現性のあるシステム構築というのはたくさんありすぎて全部を説明することが難しいかなということと、あと人それぞれそれは違うとかこれは含めなきゃとかっていうのがあるので、今回はというのがあるので、そもそもまず再現性のあるシステムって何でしょうっていうことを考えました。で、僕なりに考えたところ、まず何を再現したいのか、で今回はワークフローがいつも想定通りに動くことを再現したいと。で、何が想定通りなのか、でここで、同じデータを入れた場合に想定される答えが返ってくるっていうことを、再現才能あるシステムで再現したいものであると決めました。で、昔話、僕もバイト時代も含めると15年とかもうちょっとバイオインフォマティクスにいるんですけど、大体言われることとしては1回はぐらいはあるかなと思うんですけど、この前も動いてたんですけど動かないです、どうにかしてもらえないですかねとか、何も変えてないんですけど動かなくなりました、どうにかにならないですかねとか、手元で動くんですけど本番環境で動きませんとかって、こういう話10年ぐらい前もしてたんですけど、っていう話自体を10年前にしてたんですけど、あんま状況は変わってない気がしています。で、どんな時に言われるのかなって考えてみました。で、まず何も言われないケースっていうのがあって、
これ定期的に実行している時っていうのは結構言われないです。うまく動いてることをみんな確認してくれてるので言われないです。あと全く動かしてない時、これは動かしてないのでそもそも動かしたいと思わないから、まあ動かないってこともないと思うんですね。で、と言われる時っていうのは動かなくなって初めて言われます。で、誰に言われるのかなんですけど、まあ実は結構自分ですね。過去の自分に対する文句を自分で自分自身に問いかける、まあ自分で作る、まあ僕はシステムを作る側なので、作ったシステムが動かないということがあるんですけど、まあ本当は他の人から言われた話をたくさん書きたかったんですが、ちょっとやめといた方がいいかなと思って書いてませんが、まあ、基本的にはなんか誰かに言われます。で、結構自分っていうこともあるんですけど、その結果、まあいろいろやってみようと言って取り組んできている話を、まあ続けたいと思います。で、動いていたものが動かなくなる理由っていうのがいくつかあります。で、例えばシステムの状態が更新されることがあります。自分に関係あるかないかは別として、ライブラリが上がりましたとか、ソフトのバージョンが上がりましたとか、セキュリティパッチが出るんでって言っても、そのなんて言うんでしょうね、自分にがいいかどうかに関わらず上がるものもありますし、ローカル環境の変化、まあディレクトリの中に何かが入ってきたとか、まあ、自分で消しちゃったとか誰かに消されちゃったとか、そういうのもありますし、ファイアウォールが突然なんか会社に設定されて動かなくなるっていうケースもあるでしょう。で、それからインターネットに接続するタイプ のシステムを作っていると、まずそもそも相手先が落ちているとかっていうことがあるわけですね。こういう時はもうデータ取ってこれないで全然進めないですし、実験データに想定外のことが起こっていると、本来はなんか A とか T とか G とか C とかっていう文字しか書いてないはずなのに謎の記号が入っているとか、届いたデータがそもそも壊れているとかっていうようなケースで動かなくなることもあります。こういうことも結構言われますね。で、あともう一個が結構大事なんですけど、そもそも動いてなかったっていうこともあります。動いていたかもしれないんですけど、1ステップ目しかみんな見てなくて、で、ずっと実はフェイルしてたんだけど気づいてないっていうようなこともあります。で、まあ、ワークフローの試合が必要な理由で、まあ結局とにかく動かしてとか、これ一回だけ、ね、今だけなんとかしてとかって言われるんですけど、ね、そういうことで場当たり的な対処をしていくと、毎回毎回それで呼び出されることになってきます。で、まあ突然リクエストが来て答えるのも自分の仕事かなと思うんですけど、実際そのメンテナンスだけが仕事ってわけではないのですが、動かなくなったものを調査するにはまず原因を特定する必要があって、それを修正する必要があって、必要があれば他のものを壊してないこともチェックしなきゃいけないです。こういうことは結構時間がかかります。で、なので常にチェックしていれば、動かなくなる直前と動かなくなった直後の状態がある程度分かるので、作業がしやすい。で、そこで CI を導入したいなと思っています。で、下準備が結構大切で、まあここが結構もう大部分かなと思うんですけど、まず必要なもので、周りの人と理解とか協力、これは結構大事です。ボス理解があるっていうのはまず大事で、お金払ってんのにそういうことやっちゃダメよとかっていうのもあるので、この辺とか大事ですね。それからパイプラインを作ってる人とが別の人だったりする場合は、その開発者の人と、また利用する人がいる場合は利用する人に、こういうことやりたいんだけどっていうことを理解をしてもらうことは結構大事です。一人で突っ走る、まあ、ことも大事なんですが、あるといいです。で、それからあとは必要なマシンスペックの把握っていうのが結構大事で、試合環境に本番環境と同じものは用意できないこともあると。まあよくマッピングのツール使ってるとメモリ足んないとか、 CPU が本番環境だと十何コアのやつが2ソケットあるけど手元には Mac1 台しかないとか、そういうこともあるんで、一応確認しておいた方がいいです。で、あとはテストに必要なデータの把握っていうのもあって、この大きさが結構大事で、手元の Mac に入らないよねとかってなってくると、小さいデータセットが必要になるんですけど、こういうものを用意してもらえるかっていうのは結構大事です。なんか大きく全体じゃなきゃ意味がないから、そんなことする必要はないとかっていう人もいるんですけど、時間をかけて説得しましょう。
で、検証方法の、あとは最後ですね、検証方法の確認で、細かいデータをこう突き合わせることは大事なんですけど、まあ、それが良い場合とそうでないケースもあります。で、どんなデータが出てくれば良いのかを関係者の確認のもと決めてください。で、ここ結構頑張った方がいいです。まあ、なんかそういう検証だと思わなかったとか言われる、その一体言わない論争とかもまた激しく消耗するので、ここは確認をしっかりしましょう。で、自分の経験則ではまずざっくりでもいいので、やってみるといいかなと思います。で、テストがないよりの頃から比べると全然良くなります。ファイルがあるとか、ファイルサイズがゼロでないっていうチェックだけでも結構いいですね。で、実際に自分たちで使っている発言パイプライン、なんかここに出てるようなやつを使う、出てるようなやつが、これを使っているんですが、このパイプラインがきっちり動くことを今検証しています。で、かなりテクニカルな話なんですけど、その CI 環境を作るのに使っているのは Selenium っていうブラウザテストをするためのものです。で、ブラウザへの自動入力、パラメータをポチポチするとか、ファイル名入力するとかっていうのを自動化してくれるようなツールがあって、それを使っています。で、API でもいいんじゃないのかなっていう人もいると思うんですけど、まあ、今回は、他の人が使ったとき、そういうときはブラウザで使うので同じことをしなきゃいけないと思って、まずブラウザでチェックしました。で、もう一個は自分では API の挙動がブラウザと本当に同じかっていうのを確認していないので、ちょっとまあ、API でチェックしたから大丈夫ですっていうのはちょっと良くないかなと思ってブラウザでチェックしています。で、最終的に何が動かなくなるか。動かないと困るのかというのを事前に考えた結果、ブラウザで動かないと僕は困ることになるので、ブラウザで動くということでこの技術を選択しました。で、まあ、各ステップ、スクリーンショットを撮れるので、そういうのでもまあチェックできるかなと思っています。あと、Galaxy のヒストリーのチェックは、バイオブレンドを使っていて、で、それらをジェンキンスで回して、Docker を使っています。で、実際、これはパイプラインの様子になっていて、これ Galaxy のではなくて、ジェンキンスで作った検証用のパイプラインです。何を計算するか。何かを計算します。まあ、ワークフローの1、2、3を計算して、計算結果を待ちます。で、期待するものであるかをチェックして、必要がなければ、まあ、次終了か、次のステップがあれば次のステップに行くと。で、実際に使っているコードとしては、こんな感じ、まあ、一部ですけど、ファイルが本当にあるか、それからサイズがゼロでないかをチェックしています。で、まあ、作成にあたっていいと思っているのは、まあ、何も考えずに実行するできるといいですね。なんか前のこれどうするんだっけとかないといいです。で、CI 環境と手元でも同じものが動くっていうのは結構いいかなとか。手がかりになりそうなものは出力しておくといいよねとか、可能ならスクリーンショットたくさん撮っとこうね。で、取り組んで良かったこととしては、自分たちで作っている Base Linux っていう、まあ、解析環境もあるんですが、それをリリースして数日以内に、まず R のバージョンが上がりました。で、今度これがちゃんと動くかを検証するために CI でやった。ボタンをポチッと押したら、まあ、問題がないことが確認できました。それからまた、それから数日して、Pandas、Python のなんかデータ解析用のライブラリなんですけど、これが 0.17K から 0.18K に変わりました。で、結果ですね、レプリケーティブになったメソッドがなくなったんですね。そのためエラーになっていました。で、これもマークフローの作った人に伝えたところ、まあ、前のバージョンで動かないし、今のバージョンで動かない。前のバージョンでは動いていた。で、変わったところはここでっていうことを伝えて、まあ、素早く修正してもらうことができました。で、修正結果もまた同じように、ポチッとボタンを一回押すだけで、確認できています。で、まあ、ちょっと飛ばして。で、一応まとめです。実現したことはワークフローの CI で行えるようにしました。で、同じデータを入れた場合に想定される答えが返ってくるってことを、まあ、検証できるようになっています。で、これを常にチェックする。まあ、本当は定期的に毎日実行するといいんですけど、今はなんか新しいものを作った時にだけやっています。で、まあ、一つでもいいので始めてみようというところです。で、ご清聴ありがとうございました。Sure.